西日本ではこの後午後になりますとかなり雨の範囲が拡大をしていきまして、しかも強く降るところも増えそうです。こちらまずいただいたリポートになります。熊本市東区なんですけれども、本降りの雨に変わってきたということで、今ザーザーとした雨降り方になっている模様ですね。このように今九州は中部南部を中心に活発な雨雲が広がっております。現在の状況をご覧いただきますと、今雨のご報告で特に九州南部あるいは熊本県などですね、濃い青色のザーザーとした降り、あるいは黄色い丸印のゴッというような激しい雨のご報告届いております。で、雨雲もこの辺りで特に活発化しているんですけれども、今日は西日本についてはですね、こちらから広がる雲とあと日本海を降りてくる雲、こちらが合わさるような形で雨の範囲が拡大をしていきます。で、この後の雨雲の動きご覧いただきますと、この2つの雲ですね、特に南側の雲に関してはこの後かなり発達してくるというふうに見られます。夕方から夜にかけても特に九州、四国、中国を中心に、また近畿地方でも本降りの雨にこの後変わっていくものと見られます。近畿は今日の午前中まだ晴れたところも多かったんですけれども、昼過ぎからは降り出してきそうですね。さらに夜遅くにかけてかなり活発な雲が太平洋側を中心にまだ残るという状況になります。雷を伴った強い降り、あるいは突風などにも要注意ということが続きそうです。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。